やば、うわ最悪。見ませんの？え、ちょっと待ってこれ、もう最悪。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。先日無事新しい2つ目のお家にですね、引っ越しが完了して、あとは残すところ家具なんですけども、2段ベッドみたいなの私買ったんですよ。でそれを待ってる状態で、それ以外ほぼほぼもう届いて、あとはもう細かいものを家具とか買うぐらいになった状態なんで、今日はですね早速私のお家の中身をくまなくお見せして、で動画の最後にこのマンションの家賃とか、まあ詳しいところ話していけたらなと思います。行って行こう。まずここが玄関ですね。ロックが三重にあって、で下がこういう感じです。で前の家から持ってきたあのスーツケースとか、セルフ引っ越しなんで、今回はもうこのコロコロをね、街で使いながら歩いてたんですよ。そしたらやっぱりもうコロナの時期だから、めちゃめちゃ睨まれる。こいつもしかして旅行者なんじゃねみたいな、なんかそんな感じでガン飛ばされて、辛い思いしながら無事持ってきました。これ全く何も入ってないんですけども、これが下駄箱。本当に何も入ってないんで、あんま見せる価値ないかなと思います。で、ここ玄関入ってるじゃないですか。で、ちょっとね、まだゴミがやばいんですよ。いろんな家具とか組み立てとかで使った時に出たゴミとかいっぱいあるんで、これはもう次のゴミ収集日に出します。本当やばい。で、まずキッチンです。キッチンも本当にまだ全然何もないんですよ。でも、前回私、ポットないって言ったんですけども、無事買いました。これが除菌、家帰ってきたら全部シュッシュして、あとこれ魚焼きのグリルできるやつとか、あとガスコンロですね。本当は IH 良かったんですけども、まあいい、仕方ない。でこれ冷蔵庫、ハイヤーの冷蔵庫です。最初からついてたやつなんで、後々本当に良ければ自分の好みのやつに変えようかなと思ったけど、別にそんなこだわりないから、これでとりあえず行こうかなと思ってます。でこれ完全男飯ですよね。スープが決めて、中華そば、これ後で食べようかなと思ってるんですけども、でこれがどん兵衛で一膳ご飯です。では早速私のおトイレを紹介します。トイレ本当に何もないですよ。じゃあ行きますよ。こんな感じですね。ただこのマットだけ買ったんですけども、本当もうこんな何もない殺風景なトイレですね。この辺に突っかえ棒、突っ張り棒かな、なんかそれをやって、なんか掃除するやつとかを置きたいなと思ってます。あとこれもね、立てれるやつ、綺麗にまとめれるやつを買いたいです。私基本的に家の中こう常に電気つけときたい人なんですよ。なんか嫌なんですよ、暗いのが。ずっとこういう玄関とこつけっぱなしにしときて、しています。こっちがお風呂。なんか人にお風呂見せんの嫌だな。これこの前入ったばっかで、なんかここ最近地震とか多いから、一応風呂捨てずに取っていてるんですよ。これオークションで売れるかな、青木かのんの残り湯みたいな感じで1億円で。これが自動のやつ。前の家がもう本当にボロすぎて、前の家ってか今もう一個借りてるんですけど、私土地の家がボロすぎて、こういうシステムじゃないからちょっと新鮮なんですよね。よく聞かれるのは、私シャンプーはラックスを使ってます。本当はもっとこだわった方がいいと思うんだけども、あんまりこういうの詳しくないんで、これからもっと勉強したいなと思ってるところです。いつも私大体43度ぐらいにしてます、浴びるときは。でこっちぐるっと回るとキレイキレイ。これも何にもないですね、本当マジで何もないから。じゃあこれこうやって開けると、パナソニックのこの前買ったやつと、サロニアのヘアアイロンですね。これすごい好きなんですよ、髪サラサラになるんで。なのであんまりああいう高いシャンプーとか買わなくても、サロニアとかこういうヘアアイロンとかこだわればいいのかなみたいな。でこれも備え付けのハイヤーがどこの会社かちょっと分かんないですけどね。これ実家から持ってきたバスタオル。何にも買ってないからさ、さすがにやばい、買いに行かなきゃ。ではですね、お次はウォークインクローゼットなんですけども、ウォークインクローゼットすごいですよ、見てください。じゃん、はい、何もありません、何もありません、本当に何もない。では青木かのんさんの豪邸ご開帳。だいぶ物増えましたよ。ほら、すごくない？ルームツアーだからといって、いろんな YouTuber のように綺麗にしてませんから。ありのまま見せるのがルームツアーでしょ。そんなモーニングルーティンみたいに、ローズヒップティーとか飲むような YouTuber じゃないから、私は。普通の
ありのまま見せます。これが前回作った本当苦戦したソファーですよね。でも今こうやって座れてます。最初硬いと思ったんですけども、全然そんなことなかったですね。すごいいいです。今私がよくやってるのは任天堂スイッチなんですけども、アツモリとかポケモンとかマリカーとかいろいろやってます。なんかいろんなソフトとか私ここ最近めちゃめちゃ爆買いしたんですけども、こんな感じに、はい、でテトリス麻雀とかこれ母親がやってますね。こうしたコード類なんですけど、これなんとかしたいのと、任天堂スイッチとかも全部こう繋がってて。で、なんでかっていうと、テレビとかもそうなんですけども、横に YouTube の撮影用の照明、これが、ほんといろんなとこで圧迫してるんですよね。これちょっとなぁ。で、これはですね、私が昨日組み立てたタンスです。かわいいでしょ。木目調になってて。全部組み立てたんだよ。テーブルもそうだし、後で紹介するけども。爽快。本当だったら、でかい二段ベッドを置く予定なんですよ。だから、これを多分下に、二段ベッドの下に潜り込ませるのかちょっとわかんないけども。まあ、テレビもそうなんですけどね。テレビ台もあっちに移動すると思うんで、ここがなんかの撮影スペースになるんでしょう。では、私のテーブルをご紹介しましょう。テーブルもこれ自分で全部組み立てました。だいたい3、40分ぐらいで組み立てられることができたんで、ちょっとそれもお見せします。では、行きますよ。って言っても大したもの入ってないですけどね。この下が、この感じでコントローラーか、こんなもの入れたりとか、ケーブルとかも、これが大型ですよね、典型的な。ちょっと私血液型よくわかんないけども、はい、大型だわ私。もうこんな感じにいろんなものがごっちゃんごっちゃんに入ってるんで、これもなんとかしたいですね。小物入れとか欲しい。誰が住んでんのかわかんない状態で見たら、多分男が住んでんなって思われますね、これは。では青木かのんの寝床をご紹介します。これももともと常備品の布団の上に私が買ったシーツとかを敷いただけです。いかがでしょうか。まあ、これは違うんですけどね。これはの抱き枕を私は普通の枕として使ってるんですけど、ちょっとよくわかんないけど可愛いから置いてます。これすごいいいですよ。東京西川のマット、マットっていうか、これもですね、寝心地が良くて結構昼過ぎぐらいまで寝ちゃう。まあ今昼夜逆転しちゃってるんで、まあこのご時世もあって、生活空間と撮影がもう本当に混在してるからめっちゃ狭い。ああ、そこの棚の上忘れてた紹介。これが私が今使ってる iPhone で、これ最近発売されたあれですよ、 iFace のカフェラテっていうカラーなんですよ。新色なんですよ。で、今までと材質違うんですよ。これ反射の色で分かると思うんですけど、ツルツルじゃなくてマットでもないんだけども、あの手垢っていうか手汗がつきにくいデザインなんで、これすっごいお気に入り。これエアポッドポンって置くと充電ができる。でこっちもこれ韓国で買ったイヤホンなんですよ。ワイヤレスイヤホンでどっちも使ってます、たまに。で私がよく最近遊んでいる任天堂スイッチなんですけども、普通の任天堂スイッチなんですけども、これすごいのが本体グレーカラーなんですよ。グレーカラーに任天堂スイッチのシリコンケースですね、こうやってほら。だからなんか任天堂スイッチ普通バージョンにもかかわらず限定版持ってるみたいな。結構これ嬉しいですよね。手に入んないじゃないですか今、任天堂スイッチのあつ森エディションが。本当欲しいんですけども我慢してます。こうやって裏面はこういうやつ買って、どこでも遊べるように。最近気づいたのか、さっきも言ったんですけども、これあれすごいんですよ、任天堂スイッチで YouTube 見れるんですよ。私それまで全然知らなくて、いろんなアプリあるの、これ YouTube 見れる。だからここ最近その家でさ過ごす人めっちゃ増えたじゃないですか。だから家でこういうなんかテレビに取り付けて YouTube とかネットとか見れる、ああいう機械とか売ってるじゃん。あれが全然売ってなくて、今ネット通販でも売り切れて、私見れないじゃんって思ったけど、なんかスイッチで見れちゃうんですよね。まあ前から知ってる人からしたらもういや当たり前だろって感じの話なんですけども、すごいのがこれよくない？さっきもちょっとぶちかましさんのやつ見てましたね。友達の YouTuber さん、ぶちかましさんのなんか大食い見てましたね。オシオン組とか。ほら、YouTube 見れちゃう。ぶちかましで、家にいながら、こうやって、グミを食べたりとか、こうやってしながら、いろいろ過ごしてます。じゃあちょっとご飯でも食べながら最後私の家の家賃を発表していきましょうか。家賃事情ですよ、みんなが気になる。むしろそれしか興味ないでしょみんな。まずはこれを上に開けていきます。ちょいさー、どすこいほいさ、どすこいほいさ。これかわいい、本当にかわいい。お城のなんかやつみたい。いただきます。とお、あ、めっちゃいい匂いする。これなんだろう。てか、かわいい。ナルトが入ってる。皆さん、家賃気になりますか？いくらだと思いますか？予想しといてください、ちょっと。じゃあ、液体スープいきます。
って言っても私家2個借りてるから、まあ、普通のその家賃だけでは話が違ってくるんですよね。2個借りてるってことはその分加算でくるじゃないですか。だからそこをちょっとね考えないといけないなと思ってるんですけども。うわめっちゃうまそう。やば。じゃあもう発表しましょうか。このお家の家賃はですね、バストイル別で、大体家賃が、12万円ぐらいです。ワンルームで。だから、そう考えるとちょっと割高感がやばいんですけども。で、私は今回この家で、ね、何を求めるかっていうと、もちろんその、まあ、広さとか利便性とかもいろいろあるんですけども、こういう顔出ししてる職業っていうのもあって、セキュリティは結構気使わなきゃいけないと思うんですよ。もう一個の家とか、視聴者さん、とつってきたことあって、そういうのも嫌なんで、で、二重になってるところ。24時間下で人が駐在してくれてる人がいる。そうすれば、変な人入ってこないんで、もうそれが第一。だから高い。ね、すぐに駅前に行けるようにアクセスがいいところとかですかね。あとは治安が悪くないところ。もうここ前提条件ですが、前のところも治安良かったんですけども、もう一個の方は築多分30年以上なのかな、もっとか。多分40年ぐらいなんですよ。なので、すごい、なんか家が電車通るたびに揺れたりとか、もう木造っていうのもあるし、あとは撮影にあんまり適さないような感じのキッチンとか、もう料理動画とか全然撮れる状況ではないっていうぐらい古いんで、コンロじゃないから、前のやつは。電熱線みたいな、蚊取り線香みたいな家なんで。もう一個の家は家賃が、大体7万いくらなんですよ。だから大体合計して、まあ、光熱費が全部合わせたら、まあ、家にかかるのが20万円ぐらい。本当だったら1個の家に20万円でやっときたいんですけども、引っ越しを全部丸々やっちゃうと作業できなくなるというか、動画撮影もストップしちゃうんで、そんな器用じゃないか私が。だから今ちょっともったいないけども、お家を2個借りといて、こっちに住みながら向こうのもう1個の家を、まあ、倉庫として使って徐々に荷物を移行していきながら、まあ、半年ぐらいで完全撤収できればいいかなと思いますね。もったいないじゃないですか、余分に10万円近くも払うのも。ただ私の個人的な理想で言うと、 YouTube の撮影用の家が欲しいんですよ。だから多分ここもゆくゆくは YouTube の撮影のためだけの家になると思います。でもう一個ちゃんと自分の家を借りるみたいな、もう生活とその作業とか仕事とかするところ全部分けたいみたいな思ってますね。なんかそっちの方がメリハリつくかなと思って、もう本当に私今干物すぎてひどいんで、もう寝転がりながらうわーみたいな感じで生活してるから分けたい。結構こういう YouTuber さんいますよね。撮影のためだけの家だったらなんか割り切れるっていうか、映しちゃいけないものとかあんまりないじゃないですか、撮影用に。元からそういう認識でいたら。でもあれでたまに段ボールとか、前回の動画でもそうですけど、モザイクとか、やっぱり住んでるところバレちゃうともう逃げ場がなくなるんで、それが YouTuber の怖いところですよね。じゃあいただきます。わらー、熱いかな。うん、うまっ、めっちゃうまい。なんだこのなんかもちもち麺、うまっ。しかもカロリー低いし、これ268カロリーですよ。こってり好きしか受け付けられなかった私がすごい美味しいと思った。これなんだろう、スープが決めてっていうのが本当にまさにそうかもしれない。うまっ。うますぎ。なんかコロナで最近もう本当に家とか全然出てないから、やっぱ運動量も減るし太るじゃないですか。でも私太ってないんですよ、むしろ逆に痩せたの。食事制限しながらで半身浴とかして腹筋とか、あんまり毎日のようにカップ麺食べないようにしてるんですけども、これやばい、ハマりそう。うますぎ。やばい、もう終わっちゃうかもしれない。スープも全部飲み切ってしまうかも。ダメだよ、スープ飲んだら。いや、別に、ダイエットしてない人いいんですよ。で、結構具とかも入ってますね。メンマとかも入ってるし、メンマいてます。うん。甘くて美味しい。チャーシューちょっとしょぼいですけども。でも美味しい。麺とスープがめちゃめちゃ美味しいんで、全然チャーシューしょぼくていいかなって。うますぎ。じゃあ、スープが決めてっていうのをちょっと飲んでみますね。熱っ熱っビビった。めっちゃビビった、熱すぎて。うまっ。余裕でこれあと3個ぐらいかますね。なんか引っ越しって最初めんどくさくて、なんか嫌な作業かなと思ったんですけども、意外と楽しいですね。実際に私が引っ越しするのは多分5年ぶりぐらいなんですよ。だから本当にちゃんとした引っ越しは今回初めてぐらいかもしれない。あ、もう一個の家のその前に住んでた時は同棲してた元彼と別れて私が家を出て引っ越したんですね。だからもう本当に別れた瞬間にもうすぐに私出て行ったんで、別に仲悪くなって別れたとになって、お互いの価値観が違うっていうありがちなコメントしときますけども、もうそういうのであってもう出て行ったんですよね。だから何も手ぶらほとんどもうスーツケースだけ
で出て行ったから、ちゃんとこうやって、ね、引っ越しみたいなことをしながらやったの初めて。だからめちゃめちゃ大変でしたね、引っ越し業者ので。一つも借りずにやったからね。迷惑かけたくないから、やっぱりコロナの影響もあると思うし、街中で視聴者さんに見つけられたらさ、あいつコロナに出てるみたいな叩かれ、それ考えすぎか。みんなピリピリしてるからね、なんか。だってみんな同じ人間ですからね。私も視聴者さんも同じ対等なんで、なんかちょっとその、ね、有名な人とかがその外出てるだけで叩くみたいな感じの風潮あるじゃないですか。それがもう本当なんかすごい不幸だなって思っちゃう。その前に同じ人間なんだよってをたまに思ったりします。だって面白いのが、YouTube でたまにあのコメント返したいなって思うとき返すんですよ。全部に返すわけにはいかないんで、それらもキリがないから。だから、あ、返したいなと思うときに返すと、返してくれとは思わなかったですみたいな、その返したコメントがなんかタメ口のコメントだったんですね。別に悪いこと書いてない、タメ口のコメントで、で返したら、ごめんなさい、返してくれと思わずにタメ口でコメントしてましたみたいな、 あったんで、あ、みんな、なんかそういう感じの人もいるんだなと思って。読まれない前提で送ってる人もいるってことですよね。いや、全部読んでるよって。うん、どうなんだろう、青木は見てますよ、コメント全部、いただいたコメント全部見てる。まあ本当に超トップ YouTuber とかだったら何万件って一日に来るだろうから、コメントが見れないと思うんですけども、見てます、見てます、ありがとうございます。コメントってめっちゃモチベーションになりますもんね。やばい、全部飲んじゃおう。ダメだ、飲んだら終わりだ、飲んだら終わりだぞ。わ、いい汗かいた。ご飯食べて汗かくっていいことじゃない。はい、こんな感じです。今日は終わりますよ、そろそろ。今回は私の家のルームツアーをやらさせていただきました。めちゃめちゃごちゃごちゃした部屋ですけども、これからですねこの部屋で動画をいっぱい撮っていきたいと思いますので、またよかったら見てください。少しでも楽しんでいただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、あと TikTok とノートもやってますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。